ねえ、マリサ。唐突なんだけれどチョコレートくれないかしら。どうしたんだ霊夢、唐突に。だって世間はもうバレンタインじゃないの。私もチョコが欲しいのよ。なんだそんなことか。まあ、バレンタインの時期にチョコがもらえないのは、なんだか寂しい気持ちになっちゃうよな。そうなのよマリサ。だから、早くチョコをよこしなさいよ。仕方ないやつだな。ありがとう、マリサ。このチョコ美味しく食べるわ。喜んでいるなら何よりなんだぜ。でも、女の子からのチョコは欲しかったよ、マリサ。まあ、そうへこむなって、霊夢。まだチャンスはあるさ。そうだよね、男子校にいるわけじゃないんだから、女の子からチョコをもらえるチャンスはあるよね。まあそうだな、だけど男子校の方がもらえることもあるかもしれないぜ。どういうこと？霊夢、こういった画像を見たことはないか？ああ、ツイッターで見たことあるわ。じゃあ、今回はこの男子校のバレンタインについて解説していくぜ。よろしくお願いします。この画像は2013年のバレンタインにツイッターに上げられた男子校でのバレンタインの画像なんだぜ。これ、男子校のバレンタインでの出来事なの？ああ、そうなんだぜ。中央の男子生徒の周りに頭を下げてチョコレート渡し、中央の男子生徒が感激のあまり顔を手で覆っているといった画像なんだぜ。この真ん中の男子生徒はきっと周りから好印象を持たれるような良い人だったんでしょうね。こんなに周りの人からこんなにチョコがもらえるなんて羨ましいわ。まあ、霊夢なんかよりは多くもらえているしな。失礼だよマリサ。この画像はインパクトがある画像であったために、いろんなパロディ画像が作られていったんだぜ。パロディ画像も多いのね。どういったところで見れるの？ツイッターやピクシブなんかで見ることができるから、検索してみてみるといいんだぜ。ありがとうマリサ、探してみるね。ああ、また海外からもいろんなコメントがあったんだ。どんなコメントがあったの？では、少しコメントを紹介していくぜ。ホワイトデーのお返しが大変そうだ。この男の子の人気ぶりに嫉妬。すごいハーレムじゃないか。可愛すぎて思わず叫んじゃった。愛はどこにでもあるんだね。などなど、いろいろなコメントが寄せられていたんだぜ。海外からも温かいコメントがいっぱいね。ああ、海外からも温かいコメントが多いんだぜ。世界でも温かいバレンタインが送れるといいね。今回の解説はここまでなんだぜ。ありがとうマリサ。今回の動画も気に入っていただけたら、チャンネル登録よろしくお願いします。